こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では秋に活躍するカーディガンというアイテムについて解説をしてみたいと思っています。今年の夏はですね、めちゃくちゃ暑かったですね。9月に入ってからもう結構暑い日は続いたんですが、最近ですねようやく落ち着いてきたかなと思っています。そうなるとどうしてもですね、 T シャツ1枚だけだとですね、朝ですとか夕方以降が寒く感じられるんですね。そんな時に1枚持っておくと便利なのが、今僕が着ているようなカーディガンというアイテムなんですね。こちらはですね、メンズファッションにおける定番的なアイテムなんですけども、ぜひ大人の男性にはですね、持っておいていただきたい一枚なのかなと思っています。僕はですね、結構 T シャツを着ることが多かったんですが、この夏の季節から今度秋に移り変わるですね、季節の変わり目の時にですね、こういったものが1枚あるとめちゃくちゃ活用できますので、今回の動画ではこのカーディガンをどう選べばいいのか、そしてどのように着こなしに落とし込めばいいのか、こちらについて解説をしたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらの動画では大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。早速ですね、カーディガンについて解説したいなと思うんですが、このアイテムというのはトレンドアイテムというわけではなくて、ずっとですねメンズファッション界にはあり続けるですね、まさに定番的なアイテムなのかなと思っています。僕自身もですね、初めてカーディガンを着始めたのが大学1年生ぐらいの頃だったんですね。その頃から今とそんなに変わらないようなカーディガンを着ていたので、結構ですね長い期間このカーディガンというものを愛用してきました。このアイテムのいいところというのは、先ほどもお伝えした通り、 T シャツの上とか、あとはシャツの上に羽織るだけで簡単にですね着こなしが完成してしまう点なんですね。特にですね T シャツ1枚だとどうしても僕たちの世代にはカジュアルすぎるかなっていう時もですねあるかなと思うんですね。そういう時に T シャツの上にですね、こういったカーディガンを羽織っておけば、ジャケットほどはカチッとはしてないけども、 T シャツ1枚よりはですね断然きれいめな雰囲気が漂うので、こういったカーディガンがあるとめちゃくちゃ重宝するんですね。ぜひ皆さんにもですね1枚は持っておいていただきたいアイテムなのかなと思っています。カーディガンといっても様々なカラーがあったりだとか、あとはですねデザインにも少しバリエーションがあったりするんですね。その中で僕たち大人世代が持つべきものというのは、ある程度型が決まっていて、色に関しては今僕が着ているようなブラックですとか、あとはネイビーですとか、ダークグレー、このような濃い色でまとめた方が圧倒的に使い勝手がいいのかなと思っています。そしてデザインに関しては結構様々なものがあるんですが、一番オーソドックスなものというのは丈の長さも通常でボタンがついたものなんですね。最近はですねあえて丈が長いものもあったりしますし、あとはですねボタンがないものもあったりするんですね。実際僕が着てるのも今ボタンがついてないものなんですね。ここら辺は好みかなと思うんですが、僕がおすすめしたいのはですね、丈の長さは標準で良いかなと思います。これが長いとですねちょっと使いこなすのが難しかったりするんですね。場合によってはちょっとキザっぽく見えたりするので、丈の長さは通常で良いかなと思っています。そしてボタンのありなしなんですけども、あった方がより定番的ですが、ない方がよりスッキリとした見た目になって今っぽく感じられるかなと思っています。ここ最近はボタンレスのものが増えてきて、最近僕が買ったこのカーディガンもボタンレスなんですが、軽く羽織るにはすごく使い勝手のいいアイテムなのかなと思っています。ボタンというのはもしあったとしても、カーディガンはですね前を閉じることってほとんどないんですね。ですのであってもなくてもそこは構わないかなと思っています。そしてもう一つ大切なのがサイズ感ですね。このサイズ感というのはですね結構時代とリンクしている部分なんですね。ずっとですねタイト一辺倒で来ましたが、最近は結構ビッグシルエットというものが多くなってきたかなと思います。その中で僕たちの世代が持っておくべきなのは、タイトすぎるものではなくて、定番的なサイズとビッグシルエット、この中間ぐらいのサイズ感、ややゆったりめのサイズ感を着ると非常に収まりがいいのかなと思っています。特にですね普通体型からぽっちゃり体型の方がピチピチのカーディガンを着るとですね、どうしても素敵に見えづらいので、少しゆとりのあるサイズ感というところを意識してもらうといいかなと思っています。これは後でですね実際にコーディネートをお見せしながら、サイズ感というところをもう少し具体的にお伝えをできればなと思っています。ここで一旦まとめると、色に関してはネイビーですとかブラックのような濃いものにすること、そしてデザインに関しては着丈は定番的で、サイズ感に関してはややゆったりというところを選んでもらえば、まず間違いのないカーディガンが揃えられるかなと思いますので、ぜひこちらを頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。じゃあこのカーディガンを具体的にどうコーディネートすればいいのか、それはですねこの後実際に僕が着替えながら解説をしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。
はい、ということで実際にカーディガンを着た状態で全身をお見せしたいなと思っています。まあ、コーディネートについて少し解説しますと、内側に着てるのは丸首のプリント T シャツになりますね。白ベースに紫のものが入っているものになります。その上に先ほどお伝えしたようなカーディガンを羽織っています。色に関してはブラックなんですけども、スミクロといってブラックの中でもちょっと合わせたような色合いになっていまして、ダークグレーにも近いように見えるかなと思っています。そしてボトムスに関してはスラックスを合わせています。シルエットはワイドではなくてテーパード型のものですね。もも周りにはゆとりがちょっとあるんですが、膝下から細くなっていくような形のボトムスになっています。まあ、こういったボトムスのシルエットは大人の男性に合いやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。今回は無地ではなくて少しアクセント的にストライプ柄のものを選んでみました。まあ、この着こなしなんですが、 T シャツにスラックスだけだと秋にはですね少し肌寒いんですね。そんな時にこのようなカーディガンを1枚羽織ってもらうと、すごくですね体温調整がしやすいかなと思っています。もう少し近くでお見せしたいんですが、まあ、カーディガンに関しては先ほどお伝えしたように今回はボタンレスのものを購入しました。あえてボタンがついていないので、よりスッキリとした見た目になっているかなと思っています。あとサイズ感に関してはですね、こちら今回は M サイズを選びました。僕は通常ですね S を選ぶことが多いんですが、最近の傾向を踏まえた上で少しゆったりめを着たいなと思ったので、今回カーディガン M サイズを選んだんですね。まあ、見ていただくと分かると思うんですが、少し身幅にゆとりがありますし、着丈もですねワンサイズ上げることで少しだけ長さが出るんですね。決して長すぎるわけではないんですが、適度なゆとりが出せるので、まあ、カーディガンのサイズ感というのは通常よりもですね少しゆったりめにしてもいい時期なのかなというふうに思っています。僕はですねこの前にユナイテッドアローズのカーディガンを着ていたんですが、そちらはですね今から 3,4 年前に買ったものなんですね。その時にはですねサイズは S を選んでジャストサイズだったんですが、ちょっと今着るともう少しゆとりがあった方がいいかなと思ったので、今回買ったユナイテッドアローズのものはワンサイズ上の M サイズにしました。まあ、かなりゆったりめというわけではないんですが、程よいゆとりのあるサイズ感になっているかなと思っています。そしてこれは皆さんにもお伝えしたいなと思うんですけども、こういうカーディガンの下に着る T シャツのサイズ感なんですけども、これがですね今トレンドのビッグシルエットだとですね T シャツの方がカーディガンよりも着丈が長くなるんですね。これはですね結構賛否両論があって、僕はですね T シャツよりもカーディガンの方が長さがあってしっかりと収まってる方がバランスがいいので好きなのかなというふうに思っています。まあ、僕が今着ているサザデーズの T シャツに関してはジャストサイズなんですね。大きすぎないですし、タイトというわけではないので重ね着もしやすいんですが、ビッグシルエットすぎるとなかなかですね上にカーディガン羽織るスタイルというのが合いにくいので、そこだけは注意をしていただきたいなと思います。 T シャツのサイズはジャストからややゆったりめであればカーディガンとの相性が良いのかなと思っています。で、僕はですね今回のように T シャツの上にカーディガンを羽織ることが多いんですが、やっぱりですねまだ基本的にややあったかかったりするときにはですね少し腕を託し上げて、このように肌を少し見せてあげると軽快な雰囲気が出しやすいかなと思っています。毎度のことなんですが、覗いてる肌の上にはこういった時計ですとかバングルなんかをつけてあげて、少し着こなしにアクセントを付け加えてあげると退屈すぎない見た目になるのかなと思っています。この着こなしはすごく簡単なので、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいなと思っています。さらにこの着こなしから少し旬な感じを出したいのであれば、T シャツをボトムスにインをするというのも一つ良い方法なのかなと思っています。ちょっとですね実際にインはしないですが、まあ、雰囲気だけ見ていただきたいなと思うのでやっていますが、こんな感じですね。まあ、ボトムスの上に今乗せている状態なんですが、 T シャツをインしてカーディガンを羽織るというスタイルも結構今っぽいスタイルになるので、トレンド感を重視したい方にはこちらもお勧めしたいなと思っています。はい、着替えてみました。もう一つご紹介したい着こなしがあるんですが、今回はですね下にはバンドカラーシャツを合わせています。このようなシャツとですねカーディガンの組み合わせというのも鉄板なんですね。まあ、その中でも今っぽいですねバンドカラーシャツに対してカーディガンを合わせるというのはですねかなり旬な着こなしかなと思うので、ぜひ皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。カーディガンというのは様々なアイテムの中でも結構きれいめなアイテムなんですね。そして内側に着ているシャツもですねこれまたきれい
麗めなアイテムになるので、まあ、通常のシャツに対してカーディガンを合わせると結構ですね上半身が綺麗めすぎてしまうかなと思うので、僕はですねちょっと変化球を交えたいなと思っていて、まあ、通常のシャツ襟よりもですねカジュアルに見えるバンドカラーシャツの上にカーディガンを合わせるようにしています。このような着こなしもですね結構似合いやすいので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。もちろんですね通常の襟型のシャツにもカーディガンは合うんですが、そういう場合はストライプ柄を取り入れてみるとよりアクセント的な要素が加わってバランスがいいのかなと思っています。まあ、僕の今回の着こなしのようにバンドカラーシャツを取り入れてもらうと今っぽい雰囲気が漂いつつカジュアルと綺麗めのバランスも取りやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思っています。今回僕が着ているカーディガンというのはユナイテッドアローズのオリジナルのものになるんですね。まあ、このようなカーディガンというのはユニクロとかにも売ってるんですが、ユニクロのカーディガンというのは最もベーシックなものなんですね。かなり薄手のものでボタンもついてるものなんですね。まあ、このカーディガンの厚みなんですが、薄すぎるものよりも少し肉厚のものの方が大人の男性には似合いやすいのかなと思っています。というのも薄手のものは結構痩せ型の方には似合うんですが、通常体型からぽっちゃり体型の方が着るとどうしても体型を拾ってしまうので丸みの帯びたスタイルになってしまうんですね。それよりは少し厚みのあったものの方が体型をそこまで拾いすぎないので、僕は大人の男性には合ってるのかなと思っています。僕が今着てるカーディガンも中肉厚になっているのでそこまで厚くないですし、あとは体型も拾わないのですごく使い勝手がいいかなと思っています。このようなカーディガンに関してはグローバルワークだとかグリーンレーベルだとか、あとユナイテッドアローズですとか、このようなショップで見つけることができるので、ぜひ皆さんもこういった秋口に活躍するようなカーディガンを探していただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではカーディガンについて解説をさせていただきました。このアイテムが1枚あるだけで大人っぽい着こなしが簡単に実現できますので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。僕はですねこのカーディガンというアイテムをジャケットと大体同じぐらいの位置づけで考えてるんですね。ジャケットを着るにはちょっとかしこまりすぎてるかなと思うような場面にはこのようなカーディガンを羽織ることが多いんですね。まあ、このようなカーディガンって結構ですね小さくまとめることもできるので、暑かったらバッグの中に入れておくこともできるので、ぜひ皆さんにはですねこれからの季節このカーディガンというものを存分に活用していただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。